かなりの熱いシーンにここ今ご覧の通りなっています。カルロス・ケイロス監督までも出てきてキャプテン長谷部と今何かを話し合っています。若いアズブンが今の清武の一連の対応に立ってここアングルからも今の攻防をご覧いただいています。相当深く今アズムンが清武に対してちょっと危険なスライディングに入ってきていました。まあでも山口さん、こういう一つ一つのまあハリルホジッチ監督の言葉を借りればテールというのも乗り越えていかなきゃいけないわけです。それも冷静に強く乗り越えていかなきゃいけない。アズムンイエローカードです。清武はこの表情、決して相手が何か熱くなっても巻き込まれる様子はありません。そこはもうドイツブンデスリーガでのユルンベルクからハノーファーへのいろいろ波乱万丈ありましたけれども、その経験が清武をサポートしているはずです。もう清武も代表デビューの時は鮮烈でしたもんね。あの札幌ドームの2回戦の時なんかもね、鮮烈デビューだったわけですが、さてアズムンに対してイエローカードが出たところで